高岡大介は、長崎県出身のバスケットボール選手、指導者。B リーグ、仙台十9アーズのヘッドコーチを2018年1月より務める。選手としては主にホワイトのポジションを務め、仙台十9アーズなど5チームでプレーし、2016年に引退した。現役最後のシーズンとなった、BJ リーグ2015から16シーズン時点の、 身長は1 9 2トル体重9 5ラムだった。引退後は仙台89アーズのアシスタントコーチに就任し、2018年1月からはヘッドコーチに昇格した。1997年に私立警保高等学校に進学。1年生時より控え選手としてベンチ入りし、全国高等学校バスケットボール選抜優勝。 大会に出場。3年生時の1999年、全国高等学校総合体育、大会バスケットボール競技大会1回戦の湘南高大府戦で30得点、2回戦の広崎、実業戦で15得点して、ベスト16進出に貢献。3回戦の野城工業戦でも19得点したが、敗れた。 同年のウィンターカップでも1回戦富山商業戦で16得点して、初戦を突破、2回戦の東住吉工業戦でも19得点したが、敗れた。2000年に進学した拓殖大学では、1年と4年の時に、インカレ3位。卒業後の2004年、日本リーグの大塚商会アルファーズに入団。2006から07シーズンは3位となり、ベスト5にも選ばれる。 2007年、大塚商会を引き継いで創設した栃木ブレックスに移籍。2007から08シーズンに初代首相として JBL に優勝に貢献。2008から09シーズンは首相を安西隆像に譲り、副首相となる。2009年、BJ リーグの仙台十9アーズに移籍。2009から10シーズンは46試合に出場。 2011年3月、東日本大震災の影響で、仙台が活動を休止したため、選手救済制度により、宮崎シャイニングサンズにレンタル移籍。仙台で35試合、宮崎で8試合に出場。シーズン終了後、活動を再開した仙台に復帰する。2012から13シーズンは、プレイタイムが増加し、レギュラーシーズン52試合、全試合に出場。 36試合で先発出場した。同シーズン終了後に行われた BJ リーグのエクスパンションドラフトにて2013から14シーズンより新たにリーグに加わる青森ワッツから指名を受け移籍。2013から14シーズンもレギュラーシーズン全52試合に出場。仙台での最終シーズンよりプレイタイムを伸ばした。 2014から2015シーズンはプレイタイムこそ昨シーズンより減ったもののキャプテンとしてチームのプレーオフ進出に貢献した。同シーズン終了後に青森を退団。FA 権を行使して古巣の仙台十9アーズに再び復帰を果たした。引退後の2016年から仙台のアシスタントコーチを務めてきたが2017から18。 シーズンは成績の低迷からヘッドコーチの後藤俊弘が解任され、その後任としてヘッドコーチに昇格した。ありがとうございます。